らの旅です。恐竜の色は適当に決めている。これも歴史がありうるトリビアですよ。これは嘘、どうしてわかんないんだもん、ね、色まで、はい、分かんないの、分かんないって言えばいいのに、適当ですっていうこともっと明確に言ってもらわないと。そう、本当そう。でもそうしないと待ってがない世の中なんです。見てて、こちらが確認の VTR です。図鑑を見てみると恐竜の色は緑色や茶色、灰色など爬虫類をイメージした色が多く見受けられるが、群馬県にある恐竜センターの佐藤さんはこう語る。はい、適当ですね。科学的な根拠がありませんので適当に決めてますね。ちょっと開き直ってるじゃないですか。間違いなく適当だ。ちょっと待ってよ。さあどうでしょう。ほんとけ、それ以上でもそれ以下でもございません。骨格からその大体の形は分かるけど、ね、骨格から色までは分かんないんだよね。そうなんです。その化石からはその恐竜の皮膚の色とかそういうことは分からないので、うん、決定的な証拠が何もないため適量に決められているという事実なんです。じゃあひょっとしたら原色の可能性もあるっていうことですか、はい、紫とか、まあうん、そうです、ね、あります。じゃあどうやってその色が決められているのか、うん、制作している人間のセンスによるところが大きい。コロ変えてもいいんですか。じゃあ今年はこういう感じでいこうかしらとかっていうのも、まあ、若干のトレンドはそこに。トレンド、図鑑とかに割と鵜呑みにするタイプなんですよ。それを信じる子供たちもたくさんいますからね、うん、もう見たらこれどうせいねえんだろうってことですよね。じゃあ恐竜の色は適当に決めている79点。